皆さんこんにちは、コテノです。本日は福島県の高湯温泉足立ら旅館さんに向かっております。なんとね、ここの温泉混浴があるんです。今ね、混浴あるところ少ないですからね。いいところが混浴 と貸切温泉大浴場があります。混浴めちゃめちゃでかいんですよ。で、人がいなければ撮影してもいいよっていうことなので、まあ本当にね、撮影できるか分かんないんですけれども、ね、忍び込んでいきたいと思います。 YouTube だけではね、全ての魅力をお伝えすることがねできないと思いますので、ぜひ概要欄のところにね、ファンクラブ、入り口、Twitter 貼ってあります。そちらも合わせて見てください。それでは行ってみよう。向かってる途中にね、ほら、道の駅福島に来ました。でかい。そしてめちゃめちゃ混んでる。うわ、すっごい広場、すごい広場。なんか子供もすごい遊べるね。これがね、福島市のご当地キャラクターのももりんです。これ全部子供の遊び場。でっか。いいね。私も遊びたい。これからチェックインするんだけど、ノンアルコールのいちごのカクテルをいただきました。おしゃれ。うん、他に子入ってる。あ、お部屋の方にね、あと案内してもらいましょう。今ね、チェックインしてお部屋まで案内されました。思ったよりすごく綺麗なお部屋で、ちょっとここからも見てわかる通り、外の景色すごい綺麗じゃない。これ1階のところなんだけど、なんか川みたいな、あれ何なんだろう、お水が流れてる。水辺だね。すごくね、静かな旅館なんだけど、今日は満室なんですって。だんだん混んできたね、温泉も。まあ、ちょっとね、お部屋を案内させていただきます。ここが和室です。広々としたね、和室になっておりまして、なんか照明とかもね、おしゃれじゃん。寝室こちらなんだけれども、ベッドですね。で、ここ床はね、ほら見て、こう畳になってるのよ。和風な感じかなって思うんだけれども、でもこういうさ、窓際とかなんかこういう家具を見ると、なんかどっちかっていうと大正モダンチックな感じの作りになってるのかな。今ね、時間が2時45分くらいなんですけれども、3時から貸切温泉1箇所予約を取っているので、早速温泉に入りに行きたいと思います。今から貸切温泉、ここ露天風呂、薬師の湯、鍵をもらって行きましょう。結構階段多い。よいしょ。このギターも入っていくんだね。え、なんかすごいおしゃれだね、ここの。なんか休憩室みたいなところ。行きましょうか。まずはこちら、一の湯入ります。
すごい木で作られてるね。見て。おしゃれ。夏とかすごい虫とか多そうだけど、今のところそんなにないかも。ちゃっちゃと入りましょう。楽しみ。なんかさ、すごい久しぶりの温泉じゃない？なんか最近ずっと家に引きこもってたから、ちょっとワクワクした。見えなくて怖くない？これ。よいしょ。ああ、気持ちいい。すっごい。もう真っ白だよ。乳化温泉くらいで真っ白。ああ、やっぱいいわ、温泉。もう今、貸切温泉だけどさ、だいぶ広いよね。ここからすっごい湯量出てるよ。熱そう。あー熱い。なかなか熱めな源泉だ。今日来たさ、福島県のここの足立屋旅館さん、自家源泉なんですよ。すごい湯量がすごいから、見てわかる通りに溢れ出てるんだよね。外の方に温泉が。やっぱ自分でさ、温泉持ってるって強いよね。すごい。この香りが、硫化水素泉だから。まあ、いわゆる、硫黄の温泉。ここら辺にさ、ちゃんとベンチあるから。貸切温泉、一回借りるの50分間。もう結構長いよね。ここで、一旦休みながらも入れる。温泉入って温まったと思ったけど、上がってたら寒いね。まだ5月だからちょっと寒いのかも。時間もさ、50分あってもさ、意外とないよね。そして寒い。寒いけどここら辺すごいさ、綺麗だからさ、ちょっと抑えて。気持ちいい。なんか温泉に来たって感じするよね、この硫黄泉の香りが。木と石と葉っぱに囲まれて大自然を感じる。すごい温まった。ここね、美人の湯っても言われてるから、女性のお客さんに人気らしいね。今日はなんか満室なのよね。コロナ別に開けたわけじゃないけど、県民割とかいろんな割引今温泉さんでね聞くから、来てる人は多いみたい。だいぶ残せちゃった。でここのさ、見てこの木すごくない？なんでこんなうねうねしてるの？何の木なの？こういう温泉とかってさ、こういうなんか木とか石の芸術って多い気がする。で、向こう側もね、すごい綺麗なんでね、庭園みたいだよ。ここ滑るんだよな。なんかここめっちゃ滑るの。これ、湯の花なのかな？多分これ、湯の花なんだろうな。ほら、ほら、ほら。そしてね、ほら、こっち側。これ、水？お湯？水だ。綺麗な湧き水、これ飲めんのかな？どっから来てるんだろう。ついでにね、ここに洗い場あるので、洗い場もチェックしましょう。
洗い場で。露天風呂にさ、洗い場あるのって珍しくない？あまりないよね。シャワー出るか。あ、すごい、ちゃんとシャワー出るわ。あ、冷たい。そして弱い。なかなかお湯にならないタイプだ。そしてここのね、アメニティトラのボディソープで、これがシャンプーだね。ジュレーやめて。そしてこれも、あ、これもジュレー。以上です。あー、いいね、気持ちいい。まずはね、ここ1箇所目の貸し切りを、隣にもね、もう1箇所あるのよ。ここが山の風景が見えるところで、まあ、見てわかる通りにすごいもう見えるでしょ。で、隣だと街の風景が見えるらしいです。もう1つが、あの内湯の貸し切り温泉があります。なので貸し切り温泉3つあって、あと大浴場、混浴とかね、ありますので。今日満室らしいからさ、ね、うまくできるかわかんないけど、温泉もさ、24時間やってるわけじゃなくて、露天風呂は24時で消灯されちゃうから、その前にね、できるだけ入りに行きたいんだけど、とりあえずご飯もあるのでね、すごくここのご飯が美味しいのに、前来た時、いろりのご飯でしたね。だいぶのぼせてきた。暑い。動き鈍くない？私泳ぎたかったのにさ、広いから。一人で入るのめっちゃ寂しい。誰かと入りたい。一回予約して一回入ったら、またね、あの別のとこ入るとき予約しないといけないから、次の温泉をね、上がったら予約しに行こうと思います。ということでね、ここが一つ目の貸し切り温泉でございました。この後ね、あの一つ目、三つ目の貸し切り温泉、そしてご飯と大浴場、大浴場取れるかわかんないんですけどね、そちらの方行ってみたいと思います。続きファンティアの方で見てください。概要欄の方に入り口貼ってあります。では次行きましょう。